8時になりました。明日9月19日、木曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは外況。引け後に発表された有望 IR、その他の IR、本日の増配株、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、明日反発期待の本日の急落銘柄、そろそろ反発期待の売られすぎ銘柄、 反発をししたかもしれない銘柄、新規上場スケジュール株式分割スケジュール決算スケジュール配当関連情報9月の配当銘柄遊んデイトレ候補受給が軽く上がりやすい銘柄トピック期間の大量購入工業籍銘柄で安くなった逆張り候補上昇中の順張り候補最後にリバトリ候補空売り候補本日のバッド i r の順でお伝えいたします。 まずは外況です。ダウは下げ、ナスダックは上げ、日経は上げという展開になりました。ダウは15ドルの下げ、マイナス0.04%。ナスダックは35ポイントの上げ、プラス0.20%。日経は176円の上げ、プラス0.49%。1ドルは141円50銭。 円安に触れ141円台で推移しています。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが507銘柄、値下がりが1086銘柄、変わらずが33銘柄、約3分の2の銘柄が下がった状況です。アメリカの方は8月の小売売上高が前月比0.1%増と市場予想の0.2%減を上回ったことで、 消費関連株を中心に景気敏感株が買われています。ダウはザラバベースでの最高値を更新しました。FOMC での利下げ幅が0.5%になるとの観測が増えている状態です。日本の方は今夜の FOMC を前に方向感のない動きとなりました。アメリカ国債10年ものの利回りは 引き続き3.6%台で推移しています。日本の方も引き続き0.82%台で推移しています。ドル円は円安に触れ141円台で推移しています。原油は低下し69ドル台で推移しています。ビックス指数は上昇しましたが17.61。まだ安全域で推移しています。 ソックス指数は0.03%の上げ。昨夜の NVIDIA は100 115ドル59セント、1ドル19セントの下げ、マイナス1.02%、3日続落となっています。経済スケジュールは今夜はいよいよ FOMC です。金曜日には日銀の決定会,会合もあります。 業種別株価指数は上げが優勢な状況となりました。輸送用機器がプラス2.43%の上げで値上がり率トップになっています。陸運がマイナス1.58%の下げで値下がり率トップになっています。売買高ランキングは上げが優勢な状況となりました。1位のレーザーテックは引き続きの人気ですが、 売買代金は1500億円しかなく、本日の薄飽きないを物語っています。半導体はソックス指数の上げで、レーザーテック以外は上げています。トヨタなどの自動車関連株は、か為替が円安に触れたことで大きく買い戻されています。新忍サランキング、次回9月24日に更新の予定です。 詳細はこちらの動画をご参照ください。次に引け込み発表された u o i r です。まず、アンジェス。アンジェスは大阪大学発の創薬ベンチャーです。アメリカで画期的新薬に指定されたとの発表がありました。アメリカで末梢動,動脈疾患の治療薬として開発している遺伝子治療用製品コラテジェンについて FDA から ブレイクスルーセラピー、画期的新薬に指定されたと発表した。ブレイクスルーセラピーの指定制度は FDA が重篤な疾患や生命を脅かす疾患の治療を目的とした薬剤の開発と審査を迅速化するために設計したもの。この指定を受けることは臨床試験の結果から既存の治療法よりも 顕著な改善を示す可能性があると認められたことになるという、こういった内容です。本日の株価は48円。出来高は234万株です。この234万株の4倍くらいですが、971万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは7月8日に43円ですので、 ここが最安値です。一方、2月27日に92円ですので、ここら辺の位置です。直近はこのようにデッドクロスを経た下げトレンドでの今回の IR です。株価は数値上割安ですが、無敗で稼ぐ力も低い状態となっています。2桁の超低位株であるという点と、信用買いが多いという点はご注意ください。 次にセルシスです。セルシスはソフトの開発会社です。プライム市場への区分変更が発表されました。こちらがその IR です。本日の株価は999円。出来高は8万5000株です。この8万5000株の20倍近い数ですが、146万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは、 2月8日に664円ですので、ここら辺の位置です。一方、9月12日に1003円ですので、ここが最高値ですが、本日高値1004円ですので、本日が最高値更新の状態です。直近はこのようにゴールデンクロスを経た上げトレンドになっています。株価は割高で、 配当利回りも2.40%で低い状態ですが、稼ぐ力は高い数値になっています。信用買いが多いという点はご注意ください。そして YS フード。YS フードは豚骨ラーメン店を展開する会社です。田島ホールディングスを完全子会社化という発表がなされました。こちらがホームページから持ってきたものです。当社は2024年。 9月18日開催の取締役会において、アメリカ、カリフォルニア州地域及びメキシコ地域において、田島ラーメン事業を展開する田島ホールディングスの全株式を取得し、完全子会社化することについて決議いたしました。こういった内容です。本日の株価は629円、出来高は7400株です。 この7400株の30倍くらいですが、20万株の信用外算がある状況です。<laughs> 1年の株価の動きは8月6日に325円ですので、ここが最安値です。一方、1月16日に739円ですので、ここら辺の位置です。直近はあまり明確なトレンドがない状態です。 株価は割高で、配当もなく、時価総額も39億円で低い状態です。板薄であるという点と信用いが多いという点はご注意ください。次にその他の IR です。本日 IR12 件出ております。上3件が今お話した内容です。具のシーンについては後ほどお話しいたします。 この他に、ヤシマ電機が9%の情報修正、最高益予想を上乗せ。電産が黒字に情報修正。成功が今期配当を2円増額。鈴も機構が36%の情報修正、最高益予想を上乗せ。格安グループが28%減益に下方修正。セゾンテクノロジーが11%の下方修正。 キャンバスはマッシュタン規制の開始が発表されています。メンタルヘルステクノロジーズはバリュー HR と資本業務提携を発表しています。次に本日の増配株です。本日成功が前年16円から今回18円。利回りは2.59%を発表しています。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。 値上がり率第1位はトランコムでした。TOB を発表したことにより、前日比20.5%の株価上昇。本日、よりからストップだけでしたので、より引けでの差はありません。第2位は高電車。情報修正と増配を発表したことにより、前日比14.0%の株価上昇。ただし本日、よりで買って引けで売ると、 マイナス2.3%の損失となっておりました。第3位はビズメイツ。初配を発表したことにより、前日比12.0%の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると2.5%の利益となっておりました。4位以下ご覧の結果となっております。15位まで。そして24位まで。 次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高4件出ております。トレードワークス、コパコーポレーション、レーサムは2日連続、そしてトランコム。このうちコパコーポレーションは赤字縮小です。レーサムは TOB です。トランコムも PTOB です。本日ストップ安はありませんでした。 次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はトランコムでした。前日比20.5%の株価上昇。第2位はトレードワークス。前日比18.8%の株価上昇。第3位はレーサム。前日比18.7%の株価上昇。値下がりの方は第1位が台和重工。 前日比マイナス17.5%の株価下落。第2位はビートホールディングス。前日比マイナス15.8%の株価下落。第3位はレボリューション。前日比マイナス15.2%の株価下落でした。次に明日反発期待の本日の急落銘柄。まずセルシードが前日比マイナス10.2%の下落。 西武ホールディングスがマイナス9.1%の下落。そしてメドレーがマイナス6.7%の下落となっています。もちろん続落する可能性もあります。まず西武ホールディングス。こちらは連投からの急落です。マイナス9.09%の急落。そしてセルシードこちらは特に作業理由。 見当たりませんでした。ご存知の方いらっしゃいましたらコメントでお教えいただけると嬉しいです。このように陰ンとンなりマイナス10.15%の急落。そしてメドレー。こちらも特に作業理由見当たりませんでした。ご存知の方コメントでお教えいただけると嬉しいです。このように陰ンとンなりマイナス6.66%の急落。 そして、そろそろ反発期待の売られすぎ銘柄。ようやくデータが安定しましたので再開いたします。本日はこれらの銘柄についてお話しいたします。まず、レーザーテック。このように25日線に頭を押さえられた状態です。本日、マイナス0.81%の下げ。RSI は10.7。そして、第一三強。 デッドクロスを経た下げトレンドです。マイナス1.47%の下げ。RSI は18.5。そしてルネサス。25日線に頭を押さえられた状態です。本日、マイナス1.41%の下げ。RSI は19.4。そして新越化学。デッドクロスを経た下げトレンドです。マイナス0.41%。 RSI は18.7。そして第一生命。デッドクロスを経た下げトレンドです。本日プラス0.86%の上げ。RSI は16.5。そしてインペックス。このようにデッドクロスを経た下げトレンドです。本日プラス2.30%の上げ。RSI は17.3。 そして大塚ホールディングス。このようにデッドクロスを経た下げトレンドです。本日マイナス2.19%の下げ。RSI は16.4。そしてローム。デッドクロスを経た下げトレンドです。本日プラス3.04%の上げ。RSI は19.5。そして国際エレクトリック。 25日戦に頭を押さえられた下げトレンドです。本日場中はマイナス0.97%の下げ。RSI は11.8。そして、小野薬品。25日戦に頭を押さえられた状態です。本日場中はプラス1.13%の上げ。RSI は8.2になっています。 次に反発を返したかもしれない銘柄。こちらはデータの安定にもう少しかかりそうです。次に新規上場スケジュールです。9月6件が予定されています。まず25日はロックス。そして26日グロースエクスパートナーズ。同じく26日インクス。そして26日キッズス,キッズスター。 そして同じく26日、アスアが予定されています。27日は AI ロボティクス。次に株式分割スケジュールです。特に変わっていない状況です。61件が予定されています。注目の銘柄としては、東亜の3分割、ニデックの2分割ソ、ソニーの5分割、TDK の5分割。そして、 三井住友フィナンシャルグループの3分割、ソフトバンクの10分割、このあたりが注目銘柄です。12月は日本エクスプレスの3分割が予定されています。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に決算スケジュールです。明日は予定されている決算はありません。今週来週の主な決算、このようになっています。 2週間分の決算スケジュールと全データはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。9月の権利付き最終日は来週木曜日、9月26日です。年間配当金での利回りランキング、このようになっています。9月の単月配当金での利回りランキング、このようになっています。通年での高配当ランキング、 全体ではこのようになっています。プライム市場で売買代金100億円以上の銘柄ではこのようになっています。VL 指数を含め詳細はこれらの動画をご参照ください。次に9月の配当銘柄。本日オリエンタルランドについてお話しいたします。オリエンタルランドはプライム市場の銘柄です。9月の権利付き最終日は 9月26日、木曜日です。こちらがオリエンタルランドの3ヶ月チャートです。このように25日戦に頭を押さえられた下げトレンドが続いています。本日場中はマイナス1.95%の下げで引けています。オリエンタルランドはご存知の通り東京ディズニーランド、そして東京ディズニーシーを運営する会社です。 年間200 2500万人の入場者を誇るアジアナンバーワンのテーマパークです。ホテルも7つ運営しています。こちらが株主構成です。約19%の株式を持つ京成電鉄と約5%の株式を持つ三,三井不動産が海外ファンドに売却を迫られ注目を集めている状態です。 20年チャートを見ると株価は2011年からこのように下値を切り上げる上げトレンドが続いていましたが今年1月にダブルトップを形成しての下げトレンドになっています売上高と営業利益の推移はコロナで大きく落ち込みましたが売上そして利益ともに順調に回復し 2期連続での最高益を見込む好業績状態となっています売上セグメントの構成はこのようにテーマパークが82.7%ホテルが14.1%その他が3.2%ホテルなども行っていますが大半がテーマパークの収益であり利益率も26.59% 非常に高い状態です。その各セグメントの推移ですが、テーマパークも、そしてホテルもコロナでの落ち込みからは急速に回復し、コロナ以前を超えた状態になっています。配当はコロナでの減配はありましたが、順調に回復し、3期連続での増配で、 コロナ前を超えている状態です。現在の利回りは0.4%前後となっています。配当は低いところですが、株主優待の3月と9月のワンデイパスポートは非常に人気が高い状態です。こちらが7月30日に発表された決算です。4月から6月期、第1クォーター形状は 13%減益。この減益の要因としては、前期の開業40周年イベントの反動減、そしてフ,、えー、ファンタジースプリングスの開業に伴うコスト増、このようになっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは19.8%、遅れたスタートとなり、コンセンサスには 1.7%程度届かなかった状況です。決算発表の翌日、現役の発表で株価はこのように窓を開けて下落し、マイナス5.9%の下げとなりました。こちらがその下げについての記事です。やはり原因としては、現役を嫌気した売りが先行となっています。 本日の株価は3826円。出来高は294万株です。こちらは2023年、2024年、2025年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。前期の増収、増益、増配に続き、今期も増収、増益、増配の見通しで、 工業績の状態となっています。株価は割高で、配当利回りも0.4%で低い状態ですが、稼ぐ力は高く、自己資本比率も72.7%、非常に高い状態です。一方、配当成功は17.7%、かなり余裕があるように見えます。 受給は可もなく不可もない状況になっています。9月の配当金は7円の見込みです。9月の配当金だけでの単月利回りは0.2%ほどです。こちらは2023年9月のチャートです。昨年9月の配当取りではこのよう、このように、このように、権利日に向かって、 下げ続けてしまったため、立ち上がり位置は判別できない状態です。次に、明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、レテック、キャンバス、クオリプス、ゆとり、三井海洋開発、マネジメントソリューションズ、TSI、イントループ、フィットイージー、リベラウェア、 このあたりが遊んでいるとりに向いてくるのではないかと思われます。次に需給が軽く火がつけば上がりやすい環境の銘柄。こちら本日更新いたしました。まずファーストリテイリングが対借倍率0.2倍、桜インターネットが0.9倍、セーブホールディングスが0.4倍、アシックスが0.9倍となっています。まずファーストリテイリング。 このように直近は明確なトレンドがない状態です。本日場中はプラス1.70%の上げ。そして桜インターネット。こちらはゴールデンクロスを形成した状態です。本日場中はマイナス4.78%の下げ。そしてセーブホールディングス。こちらは先ほどもお話ししましたが、このような連投からの急落となっています。 本日場中はマイナス9.09%の下げ。そしてアシックス。特に明確なトレンドは見られない状態です。本日場中はマイナス0.16%の下げ。次にトピックです。本日東京メトロ、日本製鉄、住友科学、海底ケーブルについてお話しいたします。まず、海底ケーブルについて。 こちらは先ほど18時12分にロイターから出た記事です。アメリカ政府、ベトナムの海底ケーブル敷設で中国企業の排除要請。ベ,ベトナムが海底ケーブルを2030年までに10本新設する計画をめぐり、アメリカ政府が施設企業選定の入札で HMN テクノロジーズなど 中国企業を排除するよう強く働きかけていることが複数の関係者の話で分かった。長い記事ですので、以下、えー、割愛いたします。関連、関連銘柄が思惑で変われるかもしれません。関連銘柄としては、まず、古川電工。このように25日線に頭を押さえられた状態です。本日場中はプラス4.77%の 上げで引けています。そして住友電工。特にトレンドは見られない状況です。本日場中はプラス1.02%の上げ。そして藤倉。こちらも特にトレンドは見られない状況です。本日場中はプラス0.44%の上げで引けています。そして東京メトロ。こちらは株主優待関係の記事が出ています。 今朝、ブルームバーグから出た記事です。上場を予定している東京メトロが株主優待制度の導入を検討していることが分かった。株主優待は個人による株式の長期保有を促し、株価安定も期待できる。関係者によると具体的な優待内容については、同業他社の先行事例などを参考にするという。また別の関係者は、 回数券の配布などが候補に上がっていると述べた。株主優待導入の検討について、東京メトロの広報担当者はコメントを控えた。東京メトロをめぐっては10月23日の上場時期が有力であることがすでに明らかになっている。今月20日に1株あたりの想定株価や売り出し規模など IPO の詳細を公表する見通しだ。 明日 IPO の詳細が発表されます。そして日本製鉄。こちら US チ t e に関する記事が出ています。日本や日鉄の US チ t e 買収三進施設。アメリカ政府の判断は大統領選挙後に日本製鉄による US チ t e 買収計画を審査しているアメリカ当局の台米外国投資委員会は 両者による再申請を認めた。両者が改めて申請することで新たに90日間の審査が開始する。買収に関する判断は11月のアメリカ大統領選挙後に持ち越される見通しとなった。台米外国投資委員会は計画の国家安全保障への影響を理解し、当事者と協議する するのにより多くの時間が必要としている。U.S. チール買収には大統領選を戦う民主党候補のハリス副大統領と共和党候補のトランプ前大統領が反対し、全米鉄鋼労働組合も強く反発。台米外国投資委員会が8月31日に両者に書簡を送り、 国家安全保障にリスクをもたらすとの懸念を伝えたことが分かっており、阻止される公算が高いと見られていた。判断先送りにより、買収成立の期待がつなぎ止められた格好となった。こういった状況です。本日の日本製鉄ですが、このようにデッドクロスからの反発となり、プラス1.93%の上げで引けています。 次に、住友科学、住友ベークライ住友ベークライト株を売却。こちらはロイターから先ほど夕方に出た記事です。住友科学、住友ベイクライト株を一部売却。シンガポール GIC に約226億円で。住友科学は18日。 保有する住友ベイクライト株の一,一部をシンガポール政府投資公社に売却すると発表した。約652万株、議決権比率で7.02%を1株3476円、総額約226億5900万円で売却。議決権比率は15.61%に低下し、 持ち分法を適用会社から外れる。20日に売却する予定で、売却による業績予想の修正はないとしている。こういった内容です。本日、こちらは住友化学の方です。3ヶ月チャートこのようになっており、本日はマイナス0.96%の下げで引けています。一方、売られる方,れる方の住友ベイクライト。 このように25日戦に頭を押さえられた下げトレンドとなっています。本日場中はプラス0.61%の上げで引けています。次に期間の大量購入。本日、アスカ製薬、帝国通信、パイオラックスについてお話しいたします。まず、アスカ製薬。こちらは日本アクティブバリューファンドが保有割合が増加したとの発表を出しています。 アスカ製薬はホルモン剤をメインとする後発薬の会社です。報告義務の発生日は9月10日。保有割合は9.77%から10.80%に増えています。保有株式数は329万株。何度かお,つお伝えしている件です。1日の出来高が 5万,5万株ほどの銘柄で329万株もの保有状態です。こちらが厚化製薬の3ヶ月チャートです。おそらくこのように下げてきたところで買った模様です。以降の横横は気になるところです。そして帝国通信。帝国通信は可変抵抗の大手です。こちらも日本アクティブバリューファンドです。 報告義務日は9月10日。6.05%から7.19%に増えています。保有株数は70万株。何度かお伝えしている件です。1日の出来高が2万株ほどの銘柄で70万株もの保有です。こちらが帝国通信の3ヶ月チャートです。このように下げてきたところで買った模様です。 以降の上げは気になる点です。そしてパイオラックス。パイオラックスは工業用ファスナーと自動車用部品のメーカーです。こちらはシティインデックスイレブンスです。報告義務の発生日は9月10日。6.21%から7.36%に増えています。保有株式数は272万株。 何度かお伝えしている件です。1日の出来高が15万株ほどの銘柄で272万株もの保有です。こちらがパイオラックスの3ヶ月チャートです。このように下げてきたところで買った模様です。以降の上げは気になる点です。次に工業席銘柄の逆張り候補、順張り候補。今日の気,気になるチャート。 本日間に合いませんでした。そしてリバドリ候補、カラオリ候補、本日のバッド IR、グノシについてお話しいたします。こちらが本日飛距に出た IR です。グノシはスマホ向け記事配信のグノシを運営する会社です。ガラージュプレニュアが持ち,か持ち分法適用会社から除外という発表がなされています。 当社の持ち分法適用関連会社であるガラージュプレニュアーに対して実施していた取締役の派遣を中止することを決議し、同日付に、同日、同日付にてガラージュプレニュアーに対して辞任届を提出しました。これにより辞任が成立し、ガラージュプレニュアーは当社の持ち分法適用会社から 除外されることになりましたのでお知らせいたします。なお、ガラージプレ,プレニュアへの投資は、当社グループの中長期における成長の重要な柱であることに変わりはなく、従前と同様に長期保有する方針であります。こういった内容です。本日の株価は877円。出来高は14万株です。 この14万株の5倍くらいですが、94万株の信用外算がある状況です。1年の株価の動きは8月5日に590円ですので、ここが最安値です。一方、8月26日に964円ですので、ここが最高値です。直近はあまり明確なトレンドがない状態での今回のバッドアイアールです。 株価は割高で、配当もなく、稼ぐ力も低い状態になっています。信用いは多い状態となっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。